こんにちは、キー君日記です。本日はマザーズバッグの中身を紹介していきたいと思います。私には生後7ヶ月の赤ちゃんがいるんですけど、ベビーカーや抱っこひもでスーパーに行ったり、ちょっと遠くまでショッピングに行ったり、お散歩に行ったりするときに私が持っていくこのマザーズバッグがあるんですけど、その中身を本日は紹介していきたいと思います。まずはハンカチです。ハンカチはこれぐらいの小さめのハンカチと、タオル生地のハンカチと、あともう一つはこれぐらいの、さっきより若干大きめのタオル生地のハンカチを2枚、いつも持っているように、持っていくようにしています。続いてマスクですね。マスクはもうね、必ずしないといけないものっていうわけではなくなったんですけど、まあ病院に行く時とかはマスクをしないといけないので、こんな感じで忘れた時のためにマスクは何枚か忍ばせておきます。で、どうしよう、サイドポケットから行こうかな。除菌用のウェットティッシュです。あとこの小分けになってるコンビニとかでもらう除菌シート、これはなんでこういうタイプを持ってるかっていうと、結構今このカシャカシャが大好きで、めっちゃぐずった時とかはこのカシャカシャを渡しておけばなんとかしのげます。まあ言って30分ぐらいですけど、30分ぐらいはしのげます。まあでも最大で1時間ぐらいしのげる時もあるんで、このカシャカシャのタイプは必要なんで、ここに入れています。でまあそれつながりで言うと、このおもちゃ、キー君のお気に入りのおもちゃは常に持っていくようにしています。こっちが特にお気に入りで、お友達なのでキー君のお友達なので常に持っていくようにしています。これはここの耳をね、味って噛んでグッて引っ張って歯ぐずりの時に使ってるお人形です。続いて2つ目のサイドポケット、これは絆創膏です。 JA でもらったアンパンマンの絆創膏と、これは授乳の時に使う裾をまくり上げるゴムです。で、大きい方のサイドポケットには車とかでお出かけする時に使う USB させる、充電コードさせるやつ、アダプターっていうんですかね、アダプターと、あとはこの髪を留めるカシャカシャ、髪が急に邪魔になった時とか、キー君がよく髪掴んでくるんで、これで留めるようにしています。はい、サイドポケット終わり。続いてこの中にあるミニバッグみたいなやつを紹介します。あ、まずこのバッグだ。このバッグは本当におすすめで、このバッグはフランフランで買いました。私営業で働いてたんですけど、その営業で働いてた時からこのバッグ使ってました。このキルティング素材ですごく柔らかくて使いやすいので、そのままマザーズバッグで使ってます。フランフランで買ったこのバッグにこのちっちゃいポーチがついてたので、このポーチをの中を続いて紹介していきます。で、この中には定期入れと鏡、これはハンドクリームなんですけど、めっちゃ使いやすいです。ベタベタしないし、全く何の匂いもしないし、程よく潤ってくれる感じで、めっちゃ使いやすいです。ヤクルトが出してるやつですね。お母さんにもらいました。で、櫛、中学校の時から使ってる櫛です。で、これボールペンですね。病院とか役所とか行った時にパッて出して使えるんで、まあ大体置いてるんですけど、置いてあるけど、まあパッて出して使える時使えるようにボールペン入れてます。で、この中にはお財布、コーチのお財布、このちっちゃいポケットの中身は終了。で、この左側から行くか、左、こっちは右だ、右側から行きます。スプレータイプの化粧水、私めちゃくちゃ乾燥肌でカサカサしない日もあるんですけど、急にカサカサしてくる時があるんで、絶対にこの化粧水、スプレータイプの化粧水は必須なので、この白のローズブーケフェイスミストっていうのを常にカバンの中に入れてます。匂いはローズですローズ、なんか
お花みたいな匂いがします。なんかあんまりこの匂い好きじゃないけど、まあ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 使い切るまで使うかみたいな感じで入れてます。リベラのチョコレート、何でもあるんですよ。リベラのチョコレート授乳してたらめっちゃお腹すくじゃないですか。お腹すいてどうしようもなくなる時があるんで、こういうチョコとか他にもあるんですけど、小袋に入れてお菓子とかは常に持っているようにしています。で、続いてこれがリップが入っているポーチです。私リップはもともとめちゃくちゃ持っていくタイプで、もう何本だろうって10本ぐらい入ってたんじゃないかなっていうぐらい持ってたんですけど、まあこうやってキー君のものがこう常に持っていかないといけないってなった時に、このポーチに入る分だけっていうのを決めて、まあ、手のひらサイズのポーチなんですけどに入る分だけっていう風に決めて厳選して入れました。なので今はこのポーチの中はケイトのリップモンスター07番、ニベアのリップ、あとこれはこれめっちゃいいんですけど、フォーチュンメルディーカラーティントリップのチェリーピンク、これ潤うしティントなんですよ。だからすっごいいいです。おすすめ、めっちゃ私の唇には合ってる。でこれキールズのリップクリーム、これはねおすすめ、めっちゃ潤うんですよ。だからめっちゃおすすめです。とモアリップ、あとはノニオのスプレー、歯磨き粉についてきたんでなんか入れてます。よろしく頼むぞ。あとこれはあの香水なんですけど、これも本当におすすめの匂いがあって、パルファムオーパラディ、フルールとサボン、このフルールとサボンを混ぜるんですよ。混ぜたらもうすっごいいい匂いになって、これを混ぜてこう中に入れて、気になったらここにシュッてやってこうやってやる。めっちゃいい匂い、もうエグい。さっぱりだけどさっぱりすぎない、なんか男っぽくないさっぱり感みたいな匂いがこれとこれを混ぜたら出てくるんです。続いて、はい、これが、おむつポーチです。このポーチ自体はなんかあの申し込んだら無料でもらえるみたいなやつでもらいました。今は1枚しか入ってないんですけど、お散歩行くときは2枚、ちょっと遠くにお出かけ行くときは 4,5 枚持っていくようにしています。この中にはあのなんか予備のハンカチとかスタイとかをも入ってます。あとはこの匂わない袋、トイレに流せる用の、お尻拭き。続いてはキーくんのせんべいとミルクです。キーくん母乳育児してて、もうその哺乳瓶が飲まないんで母乳しか飲まないんですけど、なんか究極にお腹空いてでも母乳も今あげれる状態じゃないみたいな時に限り哺乳瓶飲んでくれるんですよ。なんでミルクをあげる時があるので、ミルクは必ずこの1本だけは持っていくようにしています。あとおせんべいですね。あとエコバッグです。エコバッグはもう常に持っていた方がいいですね。で、あとはおむつ替えシート、これが母子手帳ケース。母子手帳ケースももう念のため成人が出てまして、説明しよう。念のため成人とは、念のためにこれ持っていこうあれ持っていこうが積もりに積もってカバンの中身がパンパンな人間のことである。本来はね、多分サイズこれぐらいでいいと思うんですよ。でも私は物はいっぱい入った方がいいっていう人間なんで、この大きさの母子手帳ケースを買いました。で、ここにスタジオアリスで撮ったキーくん、かわいい。で、あ、これあの同じ種類なんですけど、ジェラートピケで買いました。まあ、この中にはね、母子手帳とかお薬手帳、予防接種手帳。え、待って、今日、あ、今日予防接種だった。めちゃくちゃ忘れてた。はい、
こちら母子手帳ケースなんですけど、この中には母子手帳、お薬手帳、予防接種手帳とかですねも入ってます。でこの中に診察券とか保険証とかも入ってたりしてます。ということで、これが私が使ってるマザーズバッグでした。